東京オリンピックだ。うわー、君と寂しい。打ち切るってことですか。今度二人でバカンスに行かない。バカンス、こんなクソ修理屋なんて継がねえよ。売り上げシェー、ほら人気人数無理だ。お湯任せ、お湯任せ。小説家目指すなんてやめろって。でも僕は小説が…あー、もう俺のこと見てきただろう。どうして小説書くのやめちゃったんだよ。育ててくれた二人に恩返しがしたいんだ。幸せとは何でしょうな。お金持ちになるとか出世するとか、そういうことだけじゃないんじゃないかって。好きな人と一緒にいるって、それだけでこんなに幸せなのかしら。小説がやりたいです。僕から書くことを奪わないでください。ふざけるな。出て行け。ロクを幸せにしなかったら俺はお前を殺すぞ。行っちゃった。ふつつかな娘でしたが、私の東京の両親です。僕はどこに行ってもおじちゃんとお姉ちゃんの家族です。頑張れ。オールウェイズ三丁目の夕日64。